皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。国道230号線の中山峠から洞爺湖方面に10分ほど走ってきました。ここから怪しい道に曲がります。この道は、民有林林道、中竹線です。左にちっちゃく、肝別岳登山口の表示があります。本当にちっちゃく。今日は、9月20日に攻略失敗した肝別岳への再挑戦です。肝別岳は、挫折した中山峠コース、黒川コース、短縮コースがあって、今日は3番目の短縮コースに挑戦します。登山口にはトイレはないので、ドレン抜きは中山峠などで済ませましょう。送電線の下を通ります。目的の登山口に到着しました。登山口の道路脇には数台の駐車が可能です。山頂まで 3.7 キロと表示されています。なんだ、そんなもんか。軽いっちゃ、と思いましたが、後から泣きを見ることになろうとは、
この時は夢にも思わなかったのです。水がちょろちょろ流れているところを登っていきます。頂上まで、あと3キロです。
両側の笹の背が高いので、眺望は全くありません。今のところは、登山道はしっかり確保されています。が。だんだんと、登山道に笹がかぶってきています。この前の悪夢が頭をもたげてきています。見晴らし台に出ました。ちょっとだけ眺望を楽しみます。登山道は先細りの様相になってきました。
レンズが水滴攻撃を受けました。ウプ主は気がつきません。もういい加減気がつけよ、ウプ主。霊夢ちゃん激おこ。やっと気がつきました。霊夢ちゃんの怒りが通じました。よかったよかった。眺望が開けてきましたね。後ろに羊蹄山が見えています。この辺りからは、笹を漕ぐようになってきました。しかも、朝露でたっぷり湿った葉が触れるので、ズボンもポロシャツも濡れてしまっています。山頂までは、もうそんなにないだろう、と思っていましたが、この後考えが甘かったことを後悔する羽目になりました。山頂まで500メートルの表示がありますが、ウプ主には見えていません。ゴプロ君だけがしっかり目撃しているのであった。うわぁ、完全な笹やぶこぎになってしまいました。ウプ主の脳裏には、
撤退撤退のアラームが鳴り響いているのでした。ここで、勇気の撤退をと考えましたが、ゴプロ君からの撤退まかりならん、玉砕しても山頂攻略を遂行せよとの大号令がかかりました。仕方なく、踏み跡を確認しながら笹をかき分けて、ずぶ濡れになりながら前進するのでした。昨日見たネット情報では、綺麗に広く笹が刈られた登山道を快適に登ったとあって、すっかりそれを信じて、なんだ、楽勝やんと鷹をくくっていました。確か更新日は5年前だったかと、ウプ主の半角最側面をばらしてしまいました。両親が生きていたら、きっと、たくらんけ、と罵倒されたと思います。でも、北海道弁は、きつさがなくていいんでないかい？もう、濡れたズボンがずっしりと重みを増しています。カッパを着ておけばよかった、と後悔先に立たずを実感しております。やっと肝別岳山頂1177メートルに到着です。とんがり山頂ではないので、割と平坦で広い山頂です。ざっと見回したところ、中山峠コースの登山道が、表示も踏み跡も見当たりませんでした。ヤマップにはルート表示があるので、笹やぶこぎで行けるかもしれませんが、腰抜けのウプ主には無理だと思います。先日の撤退の判断は良かったものと思います。ズボンはべちゃべちゃに濡れて光っています。脱いで絞ったら、水がジャーッと出てくるレベルです。チベタイです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。では、バイバイ。